はい、ということで、はい、秋のゴルフクラブさん、よろしくお願いします。お願いします。相変わらずいいコースですね、はい、いや、ほんまに綺麗。12ホールか、終わったけど綺麗すぎるわ。ちょっとでも集まってきましたね。てんちゃん、てんちゃんバーディー、ほんまに僕バーディーっす。なんでなん、なんでな、なんでか騙されてる。ほんまかって、なんなすぎるやん。あれ、あのバーディーは鮮やかやったな。171フォローやな。うん、フォローやと思う、さっき上げてたからどこに打ったの、こんな関西人。7番でいきます。うめえ。さらっと打つね。弱いわ。弱いこれ、いってそうじゃん。え、動いた、動いた。あ、ピンの横、ナイス。よう、その左足下がりが打ったな。いや、だから僕上から打つの好きやから結構僕苦じゃないんですよ。でもなんか掘ってるわけじゃなかったやん今。俺逆やね、あの左足上がりの方がキモいんですよ。刺さって浮きそうなの。聞いてる？あ、ごめん、聞いてた。自分のショット集中してて。7番でいきます。珍しいね。ちょっと飛んでるぞ。飛んでる、やばいよ。全然大丈夫。大丈夫。うん。うまっ。お、いい音したな。うん。オッケー。あー、ナイスオン。ナイス。まあでも一人ぐらいグリーン外してる方がおもろい。うん。さっきあっち、アコが前のホールのカート見ちゃったんですよ、うん、で、このグリーン見えたんですけど、うん、ピンの左からが上りになってます。あ、そうなの。はい、ペンちゃん下りってこと。僕とかボンちゃんの方はもしかしたらの上って下りのとこにピン切ってんのかなっていう。でも昨日、そのお客さん掘りまして、うん、そうな、その時なんて、うん、あれでしたよ、ピンあって、うん、ここに落ちて、うん、ワンバンで入ったんですよ。すごい。俺らの動画で原田さんが入れた時もワンバウンドで入ったな。あれ、原田さん、原田玲奈さん、その時もワンバウンドポンゴンって入った。転がらんからやっぱそうじゃないと難しいんかな。あ、なんか全然そんなことなかったグリーン。あ、でもてっぺんちゃう。あ、そう、どっからも登れちゃう。そう、そう、今日なんか足りへんな思ったら大木将軍しなかったわ。ほんまや。何大木将軍ってあれなんで今キングだもんな俺めっちゃ好きやけど。あかんあかん、好きやったらこの後ゴルフボロボロなるで。俺めっちゃキングダム好きやけど。面白すぎてもうゴルフどころじゃなくなるで、うん、俺王毅じゃなくて俺歓喜派なんですけどね嘘、歓喜、俺歓喜好きなの。まだ出てきてないわ俺。歓喜めっちゃ悪いけどめっちゃ強いからな。歓喜もう悪のトップって感じ。盗賊のトップ。でも頭めっちゃ賢い。久しぶりやなアプローチ。やや左足下がりやから開いて、おしゃれやな。うえい、よし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 、できることをやっていく。ふわっと派じゃなかったわ。さすが大木将軍。うんうん、これが将軍の景色。ちょっと悪なった。ちょっと実写を見て。どうしたちょっと実写見て狂った実写見て狂った。大沢たかお見て狂ってもった大きいね前前回の撮影キレッキレやったのに。前回乗り移ってた。大喜利昨日の夜俺見てない、ね、見たらよかった。ちょっと迷った感じがなんて言おうかわからなかった。いやでもキングダムおもろいよな。おもろい。俺もとりあえず漫画を全部読んだんで。うわマジ、はい、早う続き見たいなと思ってるぐらい。アニメ全部見てもらう、はい、ちょうどこの前の撮影その時やった。めっちゃおもろい。連続黒か。俺の打ち方悪いの。ここで外しているようじゃまだまだですわらべし。ほんまうまいよな。
ちょっとやばないそれ。ナイスやばない。ナイスバーディー。なんかあれやな、歓喜将軍みたいな。悪もんやわ。え、あの将軍君嫌い。嫌いだね、いっちゃん。か髪見た目将軍君あ、もうちょっと嫌いやね、俺あいつも。でも、ボンちゃんが嫌いやねって言ってから改めて見ると、ほんまに何もせえへんし、ほんまになんか映画だけ見せても腹立つもん。なんでお前が仲間やねん。集中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 。うん、ナイス。うん、うん、パーです。ちょっとなんかそれ腹立ってくるな。前の撮影ずっとしてた。ほぼ大きい将軍やった俺。イエイ。だから今ずっとマイゴルフサバイバーやってるやんか、はいはい、あれももうやめようって言って、マイゴルフキングダムにしようって言って。でもキングダム語る選手権とかやったら俺多分ほんま絶対最後まで残んねん。危ないね、刀大きさに切られるで。気ぃつけて。あなたずっと危機にいるんですよ。わらべし、そういうところです。っていうかあんな長やりっていうか、あのどんな筋肉してんねん。あんな剣を操れるってもうやばいっすよ。チーム最初モテてなかったもんな。でもね、あれ、あの奥義のあの剣は芯が引きずるからめっちゃ強いっす。うわ、見たくなってきた。早く映画やってくれんかな、続き。もうね、飛信隊にどんどんなんか入ってくんねん。まあ、なんかね、すっごいおもろい。めっちゃネタバレさせるやん。気ぃつけてよ。気ぃつけや、ほんま。大丈夫ですよ、漫画が出てるんよ。ネタバレちゃいますよ。いやいや、俺まだ読んでない。俺も、俺まだ読んでないの。今俺で読んだらええやん。大木さんが死んだとこなの。全然いてない。まだそこな。アニメでももっと言ってますよ。アニメ長いね。だって歓喜誰って言ってるじゃない、アニメ見てないから。映画しか見ない。この度マイゴルフ予約がスタートしました。なんと全国のゴルファー皆様にマイゴルフに出演できるチャンスがあります。応募条件はマイゴルフが自信を持っておすすめする提携コースでラウンドしていただくだけです。ご予約いただいた全ての方々にドリンクサービスかお土産品をお渡ししております。予約方法などの詳細は概要欄の URL をチェックしてください。皆さんぜひ僕たちと一緒にラウンドしましょう。お待ちしております。待ってます。パー5？うん、真ん中よりも左サイドがいいんですけど、左行ったら行ったで次まずちょっと木邪魔なってきたと思います。確か。なるほど、ありがとう。ありがとう。でも左がいいかな。なるほど、ありがとう。ありがとう。うわ、フェードヒッターにはこれきついな。なあ、だから俺打ちにくいもん。きついね。あなたドローや。ドローやん。ゴリゴリ。フェードで行きます。今こそ T 上げた方がいいじゃん。嫌です。素晴らしい。素質はありますよ。あら、チンコや。今の P ちゃん。P です。今の P やろ。いや、そらそこに。いや、普通は当たんねん、そこに。ああ、そう。うん、あの T やったら。そうかそうか。そう。しゃあないん。じゃあ、ええんや。ええんよ、ええん。裏当たらんだけマシや。裏です。打つねー。ん？あ、打っても。うわ、え、やった。どこ行った？その場に落ちたんじゃん。うん、あ、なんかセーフか。ガッツリ、ガッツリ当たってる。あれやんね。あれやるな。あれやんね、ほんまに。たまにはやってよ。たまには。ドライバーだけなんかね、気持ち悪かったらなんかめっちゃ出だすね。くそー。えい、うん、でも右ラフからフライヤーさして距離を稼ぐっていうパターン。でもそれこそキングダムの3本目ぐらいの映画、うん、僕の地元が撮影あれやって、あのマジでのとこ、うん、え、その実写？実写兵庫将、兵庫将軍。あのこう駆け上がって一直線に9弦打つやつ、初めの方かな。
9弦9弦打つやつな、バッコシンが9弦打つバッコシンが9弦打つやつ。実写さんバッコシン大好きなあれらしいっすね。名前が好き実写の評価一番高いらしいね。あーそうなんや。いやほんまにほんまにその通りやみたいな、その漫画とか。そうやね。いやほんまに。で漫画はどっちかというとちょっと戦闘シーン切ってるんよな。あんまないよな戦闘シーン。あーそうやな。アニメ、アニメ結構ある。いや結構なくないですか。なんかちょっとグロいシーンとか。グロいシーンあんまないやん。あちゃんとグロいシーンとか切ってる。うん、いやちゃんと切ってるところ映ってるから気持ちいい見てて。バッコシンバッコシンバッコシン千人称最初うざいなと思ったんよ。いやあの男よかった。誰バッコシン。あの男よかったね。俺初めの方見てないから分からん。なんで。あじゃあ語られへんやん。買ったやん。買ったやん。もう最新しか見てないから。バッコシンだけで3時間ぐらい喋れねえから。バッコシンさんな最初な心ない人やな思っとったけど。そうそうそう誰よりも熱い男。熱すぎた。えここまで抜けてきた。ないぞ。202ヤードフォロー5番アイアンで。ちょっと右でもいいかな。オーケーオッケー。はい。モンスターやね。ここは長いな。モンスターミドルですほんまに。打ち上げで言うんやから。まだだいぶ残ってますそれ。え？だいぶ残ってる。212。やばい。てんちゃんこの辺からいったら。だからもうえその辺からでいいんですか。特定だって。あ特定やばいぐらい前にあるんですよ。なんかセコイって言われるんじゃん。セコイ言われる。ね、セコイもんね実際。セコイセコイ。セコないよ。212。ほなボンちゃんとこから行こうかな。いやこの辺から行こう。うん。近場から。これなあ無理やなあ。ラフがドロップする系やな。スピン入れるしかないな頑張って。グリーン周りが簡単そうやでよかったなここ。そうやな。5番でハーフトップでいいや。うまこれは跳ねてナイス。おーうまあざす完璧じゃん。普段グリーンやったよ。耐えました。パワーパワーとこのアイアンのおかげやな。4打目いきます。5番。届かんかな。いや届く。てんちゃんだな。綺麗に打つな。弱いな。いけ転がって。オーケー。あナイスショー。なんやろう。なんでダウンブローやのにターフ取らへんじゃん。そうやね。いやそうなんすよね。だからなんかおかしいんでしょうね。いや着陸しようとして離陸する感じよな。いや羨ましいわ。おかしいな。なんか地面ちょっとだけ触ってまた離陸するみたいな。そうそうそう。興味でもあれが一番球安定するよな。うん入りがだからドライバーちょっと深いんでしょうね。ああ深いってどういうこと。どこが深い。こう確かにウッドターブ取るもんな。確かにそうスプーン取ってるもんな。突っ込むんやろな。アイアン取らへんのにな。怖い怖いからだから余計突っ込むんでしょうね。ロフト通り行くのが怖いんかな。怖いね。ちょっと低く出したんやろな。打ったらええのに。まあアプローチ寄せたろうな。大きい将軍出したろか。それでも出しすぎたら僕のとこ行きますよ。どういうことどういうこと。強く入ったら。ああそういうことね。うん。そんな強くないからちゃんと戦略立ててるから。戦略立ててる。軍師も兼ねてるから。おお優しい。うわ弱いわ。いかんねや。うますぎたね。全然わからん。打った。やっぱフックか。うわ、ああ。関西のおっさんやな。やっ。てる。ナイスライ。ナイスライ。上村さんのとこから重かったってことは、そうやな。俺のとこから今ちょっと行くんやろうな。転べ。転べ。うわ。ライン乗ってる。
いやでもナイスナイス。ありがとうございます。ナイスパー。ありがとうございます。パーです。もう大きいで喋りたくてしゃあない。お前まだやってるやん。うえぇ、ごつい、マジでやばい、マジでパターン入るやん。マジで入るやん。大きやってからめっちゃ入るやん。いや大きやってまだ2ゴールしかやってない。そう、大きやる前から入ってるな今日は。うん、素晴らしい、素晴らしい、それ入れんのはマジで素晴らしい。さすがパター語るだけある。6点やばい。その6点とかがさ、ちょっとおっさんなんよ。6点6点わかるかな、視聴者の皆さんわかるかな。てんちゃん何歳？僕今年28の年です。あ、でも28になるんや。もう30ですよ、言うてる間に。そうか、違うね、みんながそのちっちゃい時から知ってるから。ああどっちかっすよね。だからなんか天下も年いったなっていう人と、うん、まだあれ、えお前まだそんな年やったっけっていう人と。6点いう20代おる。ダボで言えん。いやほらダボってほら初めてゴルフした人が見たら分からんやん。さすがやね。だから僕なるべく数字で言うんですよ。意識高いな。分からんやん。はい、ということで、はい、ありがとうございました。ありがとうございました。また次回の動画もぜひご覧ください。んでもだ。あ、そうなの。並んだんちゃう。俺はツノバ。ほら、ツノバやもん。俺ゼロ。まあ、行くで行くで。はい、ということで、皆さんね、秋のゴルフクラブ、はい、ぜひ遊びに行ってください。関西在住の方もそうですし、三重県の方もね、多分来れると思います。うん、はい、ぜひお越しください。お願いします。それではまた次回お会いしましょう。さよなら。